り蝶が飛んでた砂ぼこりが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れた睨めど星は落ちないどうやって捕まえよう負けりゃ何でも許されると思ったら大間違いだバカ野郎俺はあんな奴絶対認めねえぞ何としてでも来たか食事を楽しもうかの異世界の料理って何が出てくるのかしらここの常連のじいさんが言うには何でも時空をねじ曲げ異世界にいくつもの扉を生み出しているって話ですこの異世界には巨大ロボットがいるんですかこれは何としてでも操縦したいいやむしろ僕だけの専用機を作りたいまずはナイトランナーになるための剣と魔法の訓練そしてシルエットナイトの構造研究夢の実現にはまだまだ課題は山積みです19世紀末東西に分裂したロンドンの舞台に暗躍する5人の少女たちオリジナルアニメーションプリンセスプリンシパル好評放送中行くぞUFOテーブルが送る剣撃活撃弾開幕よし一丁やってやろうじゃねえかあなたとても失礼だわこんなの結婚なんて絶対嫌だから私の好きはキスとかいろいろしたいの好きなんだけど好きな人その話詳しく聞かせてくれる来ないで思い出にしようって言ったの早く白笛になってお母さんに追いつきたいんですそれが始まりでなくて何でしょう了解した僕も異物なのか知りたい僕は一体何者なのだ東の空から夜な夜なドライブ時空間と時空揺れる夢を東の空から夜な夜なドライブ時空間と時空揺れる夢を この村をこれ以上お前らの好き勝手にはさせねえ私は私に今できることをしたいんです小国のアルタイ7月より放送開始この大戦が終結した時無限の栄光が約束されているお前の力を見せてくれよセイバー彼らもまた聖杯を欲する者この聖杯戦争は何かが起きているこれは人が願いを叶える物語だ私の楽園にヘビが現れたようねアイコーデ頑張ってくださいねもう用済みですかギャンブルの本質は狂気でしょ命を懸ける狂気に人は快感を覚えるからですギャンブルは狂っているほど面白い